い、どうもゆけです。今日はドラクエヒーローズ第2回目やっていきます。前回はラバトールまで来ていて、アリーナクリフトも仲間に入っております。というわけでそこからスタートです。まあいいや、ストーリー進めよう。で、通りバトル開始。守るんですか。軽いな。
かった。だんだん難しくなってきた。攻めすぎちゃダメなのかな。まあ、攻めないとね。攻めないとねだし。ういー。これが3万円は邪魔かいな。そして購入さまよいのマジダマくさいな。
戻れ。もうだよ。やばい。キラパン。おお、いい、キラパン外した。ケーキのパンゲット。キラパン来た。キラパンゲット。天気がいないとこで打っちゃった。時間切れ。お、当たった。なんかしなきゃだった。オッケー、逃げてけい。よし、なんとかできた。さて、何か動きはあったかな。変わらない。
ょう。どういう効果？あ、沼の影響。違う。メダルを2枚。ペンダント力の指輪、うん、まあいっか、とりあえずはい、じゃあ行きましょう。おお、テリー、もうテリーいるんだ。テリー、どうしよう、メンバー困るな。フェアリまだ他にも、まあね、このメンチにしようかな。おお、来たわせー。
キラーのシーン。集中でまずこいつ倒す。2号が一番削られてるかな。見て、スモート、チェーン号終わった。1号だよ、こいつ。あれ、アリーナどこだ。アリーナ、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 アリーナいたー。おっと、食らったクリフト。おー、なんかもう多いっす。おーっあぶねえ。なんとかいけた。余計なことをしてくれた。何よ、何よ、私あなただし、あなたに貸して。あんなのに2人で勝てるわけない。
いいんかい。お、トロフィーゲット。仲間によった。多分この感じだと各町の最終ステージをクリアするというか、最終ステージに仲間キャラがいて、そこで一緒に戦って仲間になるみたいな感じですね。でもテリーがこんなにすんなり仲間になるとちょっとあっけないというか気がしますね。登場したからまだならないみたいな感じになるのかと思ったけど、もう敵に来る。あ、諦めませんか。お、新しい。来たけど、まずはメンバーだな。誰にするかを先に決めて、こっちだ。それから装備を整えよう。チェリーさんいた。あ、いいな。なんか髪がえらいことになってるか。あ、戻った。ルフィだのかみんなどれないことになったかな。さて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 、おおお、そういうことね。表にいる全員はつけましょう。はい、入れそう。まずは売り物を売って、売り物ないね。装備、あ、もう肌の装備装備してるんだっけ。テリーさん、ほうほうほう、ねえやもいけるんだね。あれ、今の武器お金足りない。
しますか。ここで話すのか。守らないといけないと。なんかある。お。あ、トロフィーのとか。お、小さなメダル。ですキラーマシーン。数が見えるのね。なるほど。達成する。よそこくぶー。
そう。100ぐらいすぐ終わるよね。受けてしまい、はい、びっくりした、ジェシカに見えた、この子にいたんだ。さあ、じゃあ進めていきますか。シーラへゴー、間違えた、ゴー。万人おーよ、トロフィー、ひたすら？メタス！メタス！またそら、めったそらどっか行ったっぽいな。倒したのかねえか、倒してはいないな。
ヒメラ。あ、万人さまよう鎧方なんだ。メタルハンター自己スパークなんだ。オッケー。回復してちょう。すんなり終わったな。そう、ありがけ。アリーナ好きなんだけど操作性があんま良くないのかな。動いちゃうだけに。はい、あ、いない。あー、クソ、切れた。コンボ切れた。
香る。なるほど、ワキさまよう鎧の盾の貫通とかってできないのかな。おわい、メタルハンター、あれ連打が、連打が消えた。そあ、やばいか、これは。おい、やばいじゃないか、この野郎。までは、なかなか難しいな。140きた。
金150。ああ逃げ出しちゃった。ああ。150で落ちた。そう。ストーリー行きますか。おお、メタルハンター、そしてストーマ。あ、もう誰かやってるのか。ヤンニーがすでしたまだんて。ちょっと嫌ですね。
のジェシカでかっ。バラバラ。あ、みんなで行く。左ジェシカを追っていけ。いたジェシカ。こんだけやっても340万かまだ。どこ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 の手術が受けてる。どこ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 よ。向こう、あ、そこがやばいのか多分。やばいって、チェリー、 OK、 ゴールム。オッケー、オッケー。入ってまいってまいってまい、入ってまいってまい、入ってまいってまい、入ってまい、入ってまい。メタルハンター。ハンター。
取れたって。取れたゴーレム、またこんな大きいやつ集まってんのかよ。ん、キラパンいる。キラパン。そっち誰もいねえ。ゲームが入んねえ。キラパンキラパンキラパン。あとこいつだけだよね、きっと。キャバンゲット。あれ？あれまだいる？あ、逃げた。これは貯めるしかないわ。メタキン奇跡の剣13枚。しばらく小さなメダルを貯めとこう。お、お、いける。あ、大成功ではない。お、大成功。守備力8。ジェシカを置きたいんだ。ジェシカ、ジェシカ、ジェシカ、ジェシカ。お、この前に何かあった。ご協力
ってるのあるかな。あ、終わったな、これ。これやろ。じゃあメンバーチェンジ。じゃあメイヤーの枠にでしか行きますか。お、今日は声優だ、ルイだ。あー、まだ入ってないのか、ちゃんと。じゃあまあ進めますか。あった。仲間に入ってないのはマーニャ、ビアンカ、フローラの3人ですね。さあシーダのストーリー進めましょう。スターキメラかメイジキメラじゃなくてバーリスタな、パンダ。これは
チームの先にやらんといかんのかじゃ。めんどくさいな。そういうことだったのかな。失敗したな。ああ、バリスマだった。どこだ。スタートメラ。うわ。スターキングだ。いたけどバーリア。オッケー、スターキングだ。オッケー、ヒット。おいや、うー、アリーナが。モンストロールマッチョイルケリー。ダーリア死んだのは何とか言ってた。トロフィーゲット。
簡単に進まないみたいですね。ネルフの先祖に会えば原因がわかると思ってんのね。その魔法は、この世界を形作る大いなる力、光と闇の力を封じた一対の宝があります。そのうち光の力を封じたものが光の腕輪と呼ばれています。光は闇を照らし、悪しき者を清める力。それゆえに光の腕輪があれば、魔物たちの暴走を止める手がかりとなるかもしれないと思ったのですが。じゃあコミロンの髪の毛がその、いえ、どうやら勘違いだったようです。私の見た限りその冠方は何の力も感じません。よくできた偽物でしょう。偽物じゃないよ。その光の上手の空があれば、魔物たちの異変を止められるかもしれないってことだな。じゃあ、光の腕輪を見せられれば、異変の原因が何なのかも分かるかもしれないってことかな。ねえ、二人も私たちと一緒に行かない？目的も同じみたいだし、力を合わせましょうよ。それに、ホミロンも随分がついちゃってるし。実は足はこいつとサイズがするのは寂しいと思ってたところなんでガスだから。それはよい、そなたたちもどうやらこの世界の謎を解きたがっておるようだからな。どうじゃろう、一緒に来ん。そうね、それじゃあお言葉に甘えてでかいな、話が。みんな、よろしくね、たまになったゼシカヤンガス、ゼシカデカ。さっきもちらっと言ったんですが、ジェシカ強いみたいなんで、メイヤの箱にジェシカを入れようかなと思います。はい、じゃあチェンジ。あら、いらっしゃい。お、今日お前が目の前に来てない。はい、メーアがジェシカ。さあ、行くわよ。だ
プレートだけな。てかレベルを上げてなさすぎるのか。どうしよっかな。とりあえずレシカはつけとかんとまずいからレシカつけて。あと一旦後回し。でレシカの武器が、あ、もう一番強いのになってんだな。はい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 。このまま行きますか。愛の前にちょっといろいろやってこう。報告はない。行ってみますか。ゴー。さあ次はマーンかな、ビアンカ、スローのボックスかな。ジェシカヒット伸ばすの簡単と思わなくない。
そ、消えた。ジェシカマジ強いな。数比ジェシカ強い。お、またんとかね。やっぱりマダンテ。おお。ジャパンさん。これが簡単にさん、いかない。トリックやばい。コインストーンってどうやって使うの？待って、マジでコインストーンってどうやって使うの？使う。お、まずはこれは300まで伸ばせるか。お、200いった。トロフィーゲット。500もいけるじゃん、これ。500もいっちゃったよ。マダンテ、ジェシカ強い、マジで。もうジェシカレギュラー入り確定だ。アリーナ好きだけどそんな強くねえな。てか使いにくいな。
しばらくストーリー止めて、いろんな魔王試練とかをやっていきますか。こういうのやっぱやってないところやるか。ギガンテース。ですか、ですか、ですか。こっちも使おう。死んだ。ミガブレイク。ジングスパーク。Thank you.
ケケケイリフィールドボックや。大変そう。マダンテ天気ルーザー、こっちも来るんだけど、ケイなんかふと思ってんだけど、ジェシカってもしかしてバーバラの孫とかそんな感じのつながりあるのかな。マダンテという髪の色という髪型というなんかふとそんなことになったんだけど、ちなみにグラグエイトはやったことありません。やったことはあるか、一応ちょこっとだけ。本当にちょこっとだけやったことあるんです。本当オープニングで最初の街ぐらいまで。あんまりこうキャラの見た目が好きになれなくてやらなかったけど。巨人の地図裏、これも多分後々いけるようになるんでしょうね、きっと。ジェシカが強すぎる。戦士枠ってこと？まあでもテレビでいいしね。主演のほこら、ルーだ。
曲ね。青を混ぜた。おお、一人なんだ。ジェシカが欲しいよ。まずは一体バーン。やばい、もう攻められそうじゃん。攻められそうだね、この野郎。行け。リーダキッチン。
くー。 OK。
シーンかな。ジェシカ、ジェシカ、ジェシカ。線が向かないのか。でも弱いよ。おっかっしょ。マダンテ。おしり。集めておしり。オリーブ。ただここ反対に。なんじゃない結構好き。クリアタイムによって変わるのかな。あそこの宝箱何分以内だと裏地図みたいな感じなのかな。もしかして各ステージ決まっててみたいなかな。おお、これか。うぃ、一発。
おわっさやばいって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 ラリーが消えたからバリスタで打ちたバーッとあったバリスタバリスタバリスタあれ飲めない飲めない飲めないバリスタ決めろまたまとったんかい。乗りたいの。
て、やばいやばい、したけど言ったな。あれあれあれ。あれって死んでる。あれ死んでる。あれって開いた。あれ、なんでメタルハットなんかいる？そんなんいたっけ、ここの選手。なんじゃ。レトルトおおおおそう。ちょっと会いたいです。セリさん、あ、世界中の花い。マジか。おいうわやば、よし。で、もう一人しかいないじゃん。
ダブレイク。やばい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 。オッケー、なんとかいけた。危なここしかなかったな。宝箱、宝箱どこ、宝箱10分以内だけど、10分とかなんか本もやっとこうか。終わりがないんだ。ですか。こんな感じでいつまでも湧き続けるってことか、これは。
くやってみよう。お、敵が変わってる。敵が変わっている。あれ、あった時間。仕事。お、スライムライト。
ダムナイ。はい、じゃあ一旦今日はここまで。バイバイ。